はい、リズムの前乗り後乗り、それからジャスト、こういう言葉聞いたことないでしょうかね。リズムっていうのは、まあ、ジャストのタイミングからわざとずらして曲に重みを持たせたり軽くしたりっていうことができるんですね。まあ、これはある程度上級になってからの話だと思うんですけども、まあ、その辺こういうこともあるよというお話、今回お送りします。寂しい心にはい、BJ のウクレレ講座です。まあそもそもメトロノームに合わせて弾けるようになってから考えてもらうといいんですが、質問をいただきましたので今回この動画撮ってます。簡単に説明していきたいと思います。最近は DTM と言いまして、パソコンを使った打ち込みと言われる音楽ですね。これでドラムの音って割と簡単に出るんですよ。で、そのドラムの音でスネアドラムという、ドラムの中でここの楽器のここの部分ですね。この対抗、この大体2拍目と4拍目にスコーンっていう音を出すものなんですけど、この実際まあこの画面で見ていただくと、そのドラムの位置が今どこで鳴るかっていうのが出てると思うんですけど、これで、分かるように解説したいと思います。まずこれ打ち込みのこの画面ですね、上の方にこの点点点点、これハイハットの音です。こういう音が出ます。はい、で下側にあるのこれバスドラムって言って、ドラムの一番大きな低音のドシーンドシーン、こういう音です。はい、これにスネアドラムというのが入るんです。スネアドラムって真ん中辺ぐらいにあるんですけど、通常はこのお腹の位置ぐらいにあるんですね。ドラムのその並びの中でドラムの場所、叩く場所っていうかあるんですね。でこれを今打ち込みました。これ打ち込んだ状態、これはジャストです。もうパソコンで作ってるので人間ではここまで叩けないっていうぐらい、そのジャストのタイミング、全部ジャストの音はこれです。これには実際グルーブっていうものはあんまり感じないですね。ジャストすぎて人間味がない感じです。はい、このスネアドラムっていう真ん中にある太鼓の部分ですね、これ2拍目4拍目ここの2つ真ん中のここで鳴ってるんですけど、これを若干前乗りにしてみます。さっきのに比べるとなんかこう音が軽くなったようなイメージしません？今度逆にこのスネアを後ろに持っていきます。はい、後乗りというやつですね。スネアの位置だけ動かしてます。ハイハットとバスドラっていうのはそのままです。はい、聞いてください。どうですか？重たい感じがしません？スネアドラムの位置を若干ずらしただけでこういうノリになるんですね。もっと動かしてみましょう、あとノリすぎですね。明らかに変です。ずれてるのが分かりますよね。はい、今度前乗りにしてみましょう。スネアドラムの位置をクッとかなり前に持っていきました。はい、どうですか？なんか気持ち悪いですよね。はい、もっとむちゃくちゃにしましょう。後ろすぎるものと前すぎるものでやるとこんな感じなんです。これに合わせて弾けっていうのはなんか弾きづらくないですか？むちゃくちゃに聞こえません？これまたジャストのに戻してみます。はい、この違い分かりましたでしょうか？これをウクレレで表現するんですけど、後乗りすぎ、前乗りすぎっていうずれてるの気持ち悪かったじゃないですか。こういう状態でウクレレを弾いてないですか？まあこの状態でもいいやっていう方はいいんですけど、メトロノームに合わせて弾いた時にジャストを目指しましょう。これ機械だから打ち込んどけば何も言わずにその機械がそのタイミングで発音してくれる、だからずれた状態で打てばずれる、まっすぐ綺麗な状態にしたら綺麗になる。これ人間の場合は重たく曲を聴かせたい場合はジャストよりも若干後ろに弾く。
で若干後ろに弾くっていうような感じで弾くと、演奏が重くなるんです。でもっと軽く軽やかに軽快に行きたければ前乗り前乗り軽く前乗りに弾くんです。で軽く前乗りに弾くとき後ろ乗りに弾くときですね、注意していただきたいのはこの感覚は同じです。1拍目と2拍目の感覚は同じですよ。前に乗るからって言って1拍目は 0.5 前で2拍目は 0.8 前で3拍目は1前とかっていう風にどんどん前前前、これがテンポが速くなる人なんです。わかります？はい。だから 0.5 前にするなら2つ目に出す音も 0.5 前で次も 0.5 前 0.5 前で全体的に同じジャストよりも同じ感覚で前にやる、これは前乗り、後ろにちょっとや同じ感覚でやる、これは後乗りというふうな感じで、ジャストのタイミングを知った上でわざとずらすことなんですよね。はい。まあそういうのもあると頭の片隅に覚えときながらメトロノームで練習するとそのうちできるようになりますからね。やってみてくださいというところで BJ のウクレレ講座でした。また別のお話でお会いしましょう。さようなら。暗い夜空に一つの星が昇ってくる。寂しい心にどこからか光が差して